はい、皆さんこんにちは、渡りくるぶしです。今回はハーツオブアイオン4現代モッドロシアプーチン編続きをプレイしていきたいと思います。すでに第3次世界大戦に発展していて、ロシア、中国と NATO が対立しているという戦況です。そんな中、 NATO 加盟国であるトルコはロシアに味方してくれていて、バルト三国も併合済みということで、戦況はですね、一進一退という状態です。まあ、ただ、ロシアの方は人的資源が枯渇しつつあり、さらにですね、バルト海で主力艦隊がアメリカ海軍に敗れたことによって、制海権を失っています。それによって、フィンランド一帯にアメリカ軍が強襲上陸をかけてくる。まあ、それが散見される状態です。なので、ここまで一進一退で攻防を繰り広げているんですが、この後は戦況の悪化が予想されます。まあ、しっかりですね、各戦域、ケアをしながら進めていきたいと思います。ロシア第二の都市、サンクトペテルブルクにも敵が上陸しているので、これをまず撃滅するところから始めていきましょう。まあ、人的資源が枯渇しているところがあって、それをなんとかね、補いたいなというところで、兵器のアップグレードを検討しているんですが、まず、主力戦車。これ今 T-90 が量産化されているんですけども、次の T-14 がですね、オーバーテクノロジーになっていて、これ、なんと、約4年かかるんですね。なので、これに手をつけるのはちょっと早いかなというところで、2015年のテクノロジーは見送ってます。まあ、同じくですね、航空兵器なんですけども、これもですね、今、スーホイの35、あとは 30SM、30のフルバック、このあたりが主力の航空兵力になっています。で、この次が2015年のものになって、スーホイ、57、あとはミグの39、このあたりになってくると、約6年から7年先のテクノロジーになっていて、ちょっと手が出ないというのがあるので、もう残念ながらですね、人的資源を補完するために最新兵器を投入するという計画は、見送ることにしました。なので、ここはやっぱり中国、トルコ、このあたりの兵力を頼みにしつつ、残された最後の中立国、まあ大国と言っていいですね、のインド、この取り込みを今頑張っているところです。なんとかね、インド、我が陣営へというふうに思っています。では、ゆっくり時間を進めていきましょう。まずはですね、バルト三国併合して、この後はポーランド、その首都ワルシャワを目指しています。まあ、ただ、NATO 軍の主力が再びですね、このバルト三国、あるいはポーランドの戦域に戻ってきているので、これをどうにかして、しのぐ。その間に敵の兵力が去っていったルーマニアの戦線、ここをまた押し進めていく。まあ、このね、なんて言うんでしょう、揺り戻しっていうんですかね。敵がポーランドにやってきたらルーマニアを押し込む。で、ルーマニアの方に敵がやってきたらポーランドを押し込む。まあ、これをですね、交互にやりながら、徐々に徐々に追い詰めていければいいかなというふうに思っています。NATO 軍ですが、ここ分厚く展開されてます。ここですね。ここ突破されるともう、ロシア本国の方に予備兵力はないので、突破されないように部隊増強しておきましょう。まあ、各戦域、一進一退、やや押され気味という状況が見て取れますね。上陸してきたアメリカ軍のサンクトペテルブルクの部隊、これは早めに撃滅しておきましょう。のさばらせておいてもいいことないですからね。さあ、一方ルーマニアの戦線をですね、有利に進められる状況が作れていますので、どんどん進んでいきます。
ポーランド戦線がよろしくないこの時こそですね、ルーマニア方面を圧迫して、まあなんとか敵をこちらの方に引きつける、こちらの方に戦力を割かせる、それによってポーランド戦線を有利に進められるようで、ちょっと画策をしていきましょう。突破されたな。恐れていたところが突破されてます。ここが今敵が相当に分厚いっていう、まあそういうことですよね。まあ、ちょっと一度戦線を下げてでも、師団が壊滅しないように気をつけましょう。ここもドイツ軍分厚いな。明らかにルーマニアにいた部隊ですね、ここにいるのは。ここにいるルーマニアの部隊をなんとか押し戻さないと、せっかくのバルト三国が奪還されてしまう可能性があるので、まあそういう意味でもやっぱり急いでですね、このルーマニア戦線を押し上げていきましょう。でスペツナズは今ルーマニアの戦線に送ってます。なのでこのスペツナズで敵の後輩を作って、まあ、そういうね、動きをしていければいいかなと思います。続いてミンスク近くが突破されてますね。いやー、まあキリがないような、本当そういう状態になってきてますが、ここなんとか切り抜けないといけないですね。予備の手段があるわけでもないので、今ある戦力でやりくりするしかないですね。突破仕掛けてきてるのがまた都合が悪いことにアメリカ軍ですね。機械化砲兵なので、まあ、それほど威力はないと思うんですけども、まあ、あのロシア軍の方はですね、まあ、とにかく疲弊している状況があるので、あの一刻も早くですね敵を撃破していかないといけない中、ディガにも敵が強襲上陸仕掛けてきています。ルーマニア戦線の方はうまくいってます。まあ、代わりにポーランド、ベラルーシ、この辺りが押し込まれていて、キエフにも敵が迫ってますね。これやっぱりルーマニアの方からなんとか押し込んでですね、回避するしかないかなっていうところなんですが、敵の動きが本当に早い。はい、最新の戦況を見ます。まずベラルーシがミンスク陥落しました。アメリカ軍はじめ展開しているところを見ると、まあ、ドイツ軍、フランス軍、スペインの軍なんかも確認できますね。あと今までにあまり見なかったところで言うとカナダ、このあたりも軍を送ってきていて、だいぶ敵が増強されている様子が、まあ、見て取れます。ウクライナの方もですね、キエフに敵が迫ってきているという状況、まあ、ここは戦況が著しく悪いところですね。ルーマニア戦線はですね、再びルーマニアほぼ全土を掌握しつつあります。この後はルーマニアからですねポーランド方面へと北上していく、これによって進撃している NATO 軍の後ろをつくっていうことを狙っていきたいと思います。一方ですね、フィンランド近辺には継続してアメリカ軍が上陸作戦を仕掛けてきているので、これへの対処も必要というところで、まあまさに20、30、3正面、4正面というような戦いが続いています。アメリカ軍がね、分厚いですね。 NATO 軍ですがルーマニアの方に部隊移動させてきてますね。これによって多少なりともポーランド戦線が手薄になってくれればいいなぁと、今までの傾向からだとそう思っていたんですが、なかなかそうはいかなそうです。
これ見る限りですね、NATO 軍、まあ、先ほどもご紹介したように、今までいなかったカナダなんかも軍を送ってきていて、ポーランド前線から部隊が少なくなったというような状況はちょっと見て取れないですね。はい。戦況の悪化が止まらない状態ですね。キエフにアメリカ軍が迫ってきています。予備兵力がないので、まあ、日本から大体2割ぐらいの兵力を今引き抜いて、このポーランド、ルーマニアの戦線に送ることにしました。まあ、それでも、決定的に戦況をね、好転させる、有効だというものが見出せずにいるので、まあ、引き続きこのインドに対してなんとかね、味方となって参戦してくれるよう、まあ、促しているという状態ですね。まあ、各戦線本当に苦しい状況が続いてますね。もうこの、どうなんでしょうね。ルーマニアやポーランド、バルト三国、ウクライナ、まあ、ベラルーシもそうですね。もう長い長い戦いで完全に焦土と化してるんじゃないかと思われるぐらいずっと戦ってますけどね。さて、どっかいいところないかなーってね、探してるんですけどね、突破できそうな場所がないか。全戦域にわたって、まあ敵味方ともに、幾重にも部隊が張り巡らされているので、なかなかもう突破して敵の後ろを突くとかね、そういう奇策が、通じづらくなっているっていうのと、まあ全体的にやっぱり、我々の軍の方が数が少ないですね。まあ、NATO 軍の加盟国による全力を挙げての反撃が、まあ、始まったというふうに、まあ、考えることができると思います。まあ、唯一我々の方が推しているこのルーマニアの戦線もどうでしょうね。ブタペストまでたどり着けるかどうか、ちょっと微妙な状況になってますね。ちなみに人的資源はもう完全に枯渇しました。ご覧のような例という状態ですね。なので、まあもうこれ以上どうにもならないという状況です。はい。では、苦しい戦況ですが、今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、次回。またこの続きをプレイしていきたいと思います。